皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオオデッセイパート91やっていきましょう。前回で月の国もっと裏をクリアしたので、今回からやり込み要素をやっていきたいと思います。とりあえず2000コインあるので、これで全部パワームーン買っていきましょう。20枚買えるので900枚になるんですね。じゃあキノコ王国のパワームーン完全にパワースターなんですが、10個買う。これって10個ずつが最大なんでしょうか？20個ずつとか買えれば本当はいいんですが、ピーチ城でお買い物をクリアしました。まあクリアしましたというか、なんだろう、買いましたという感じですね。そしたらもう10枚くださいな。キノコ王国のパワームーンまた買っていきましょう。パワースターですけどね、まあいっか。あんまり細かいこと言ってもしょうがないので、はい、これで20枚ゲットしました。999枚までいけるみたいなんで、とりあえずこれで900枚、まあ徐々に増やしていきましょうか。そして今回から何をするのかと言いますと、スーパーマリオオデッセイの公式ツイッターで公開されていたお宝写真、こちらが全部で20枚あるので、そちらの方を解いていきたいと思います。結構大変だと思いますが頑張っていきますよ。そしたらとりあえず20枚預けて、全部で900枚になりました。じゃあまずはこちらの写真からやっていきましょう。多分都市の国だと思うんで、都市の国で合ってるような、いやさすがに大丈夫だと思います。早速向かっていきましょう。都市の国のどの辺だか全くわからないんですけど、なんか市長の前に似たようなマークがあったような気がするよ。だけどなんかその罰印のところが多分ヒップドロップなんですよね。そう考えると結構大きな印だと思うんですが、全然わかんないな。もしかしてこれフェスティバルに行かないといけないとか、そういう話なんでしょうか。ちょっとその辺も視野に入れつつやっていきましょう。ワープした方が市長前は早いんですが、この辺にある可能性もあるんで、ゆっくり周りを見ながら進んでいきたいと思います。看板ではないよね。そうだよね、看板にあったらヒップドロップできないんで、ヒップドロップできる範囲だと思うんですが、ニュードンクシティのマークありませんか？どこにあるか全くわからないんですけど、とりあえず市長前行ってみる。まあ道路に書かれてることはないと思うんで、はい、じゃあ市長前に到着しました。これじゃん。え、待って、なんか違うか？これだと思うんですけど、じゃあここヒップドロップしていきましょう。まあ確かにそうなんだよ。確かにニュードンクシティっていう文字がなんかこれだと斜めってるんですけど、写真だと斜めってないんですよね。絶対これでしょ？違うの？うわ違うな。待て、ここ、いや違うよね、そういう問題じゃないよね。ここヒップドロップ違うな。待てよ、全然違うとこにあるぞ。これはっていうか、これがニュードンクシティ自体のエンブレムなんですよね。結構至る所にありそうなんですけど、あっち行ってみる。さっきのとこだと思ってたんだけどな。ちょっとこれは予想外だ。こっち側にエンブレムはありませんでした。じゃあ帰りましょう。待てよ、どっかの屋上か。あと屋上ぐらいしか考えられないんですが、じゃあとりあえずビル登っていきましょうか。こう行くよりもこっち側から行った方が早いですね。はい、じゃあここバーッと上に登りまして、あったかそんなマーク。はい、どんどん上に登ってありますか。ニュードンクシティのマーク。あそこは前回やったお宝写真。ある？広場か。おお、びっくりした、踏んじゃったのはどうでもいいとして、ないよ、屋上にはない。どっかの広場にあると睨んで、とりあえず広場に行ってみましょう。あるっぽいけどな、ないか。マリオっていうそれがあるだけ。待て、フェスティバルか。フェスティバルっぽいような気もするんですが、いやないな。待って、本当に分かんないじゃん。とりあえずここ消火栓をパーッとやっておいて、全く関係ない。こっち側、待てこれハマるな。そう、結構難易度が高いんですよね、そのなんだろう、あのツイッターのやつは。そう、 MK さんもツイッターやってるんで、できればフォローの方よろしくお願いします。概要欄の方にツイッターのリンク貼っておくんですが、 MK さんのツイッターはどうでもいいんですよ。今はね、任天堂のあの公式ツイッターがどこを言ってるのかがわからないという話なんですが、あと言ってないのは、本当にないぞ。ニュードンクシティのマーク、ちょっともう一回上から見てみよう。それで分かんなかったらフェスティバルに行きたいと思います。そしたらここバーッと上に登りまして、いや結構広い場所だと思うんですよね。ニュードンクシティのエンブレムでヒップドロップできるぐらいの大きさだと思うんで、地下か。確かに地下にも、待てあったんじゃないか、これじゃないか。待てよ、あそこのプールにニュードンクシティって書いてる。しかもまっすぐ、これっぽいぞ。はい、じゃあここでヒップドロップしていきましょう。オッケー。
隠れるイージーゲットしました。何個ぐらいコインもらえるんですか？え、めっちゃもらえる。待って、え、嘘でしょ？ 200 枚。ありがとう。隠れドットルイージー発見しました。この、なんだろう、公式ツイッターのやつは全部隠しドットルイージーっぽいですね。200コインありがとうございます。これは結構お金稼ぎにもなるんじゃないですか？じゃあ次の国に向かっていきましょうか。順番的に次の写真はこちら。まあこれはわかりやすいですよね。海の国のあのワカメの大群の場所だと思います。とりあえずそこまで向かっていきましょう。いや待って、難易度高いな。まあこの海の国のやつは簡単なんですけど、ちょっとしょっぱな難しいのやりすぎましたでしょうか。とりあえずじゃあまっすぐ向かっていきたいと思います。海の国久しぶりだな。そう、そして写真が全部で20枚あるということは、多分同じ国に2枚あるっていう可能性があるんですよね。なんですけど、まあ1枚1枚確実にやっていきましょうか。海の国はそんなに難しくないんで、ちゃちゃっとやってしまいましょう。今から2パート3パートぐらいかけて全部クリアして、でそっからはバルーンファインドとかやって、で最後パート100ぐらいにはあの最終決戦、強化クッパやっていきたいと思います。そしたらワカメ昆布ワカメか昆布のところまで行っていきましょう。そう、なんか前にワカメと昆布って何が違うんだろうなっていう話をしたら、なんかもう根本的に種類が違うっぽいですね。 MK さん、乾燥してるか乾燥してないかで違うんじゃないみたいな、ちょっと的外れなことを言っていたんですが、待って、どこだったっけ。とりあえずプクプクキャプチャーしていった方がいいんでしょうか。でも最終的に待てよ、ヒップドロップしないといけないんで、プクプクでいったらまずいんだな。でこの写真がね、多分ねあれなんですよ。おーっと危ないな。上下反転してるんで、上下反転のつもりでやっていきましょう。そうしないと天井にヒップドロップとかはできないんでね。で確かワカメも上から生えていたはずなんで、そしたらローカルコインがある場所なんですが、ローカルコイン、あれここじゃないぞ、待て。確かワカメの基地は2個あるんで、じゃあそっちの方にも向かっていきましょう。MK さん、ちょっと息が続かないので気をつけてくださいね。こっちが正解だと思います。ローカルコインのちょっと手前、どっちから見てるのか微妙なんですが、まあどっちもヒップドロップすれば当たるでしょう。そういうやり方すんのもちょっとおかしい。いやでもそんなもんでしょう。一発で決めるっていうのは難しい。あった。方向的にはこっち側、こっち側からっぽいですね。いきますよ。はい、じゃあここでヒップドロップしていきましょう。よけ、え、待て、ここじゃないの。はい、ここで、嘘、待って、違うの、え、待て、こっち側、え、これじゃないの。待て、落ち着け。ここでヒップドロップ、嘘でしょ、待って、ま、ルイージいた。こっち側でした。そしたらまた200コインゲットできると思いますが、ちょっと待って、行き、そしたらまた200コインありがとうございます。この隠れドットルイージは消えないんでしょうか。多分これ1回やったら消えない仕様なんだと思いますが、バイバイ、ちょっと待って、ここにいたら危ないからさっさと帰っていきましょう。本当に危ないわ。息も続かないし、息も続かないし、ワカメにも攻撃されるしで散々ですね。そしたら次の写真いきましょうか。次の写真はこちら。まあこれはわかりやすいですよね。多分帽子の国だと思います。なんですけど、ちょっとどこなのか微妙じゃない。なんかあのでっかい帽子の塔みたいなところがあるじゃないですか。多分あそこの近くの足場だと思うんで、まあとりあえずそこまで行ってみましょうか。いやこれ結構コイン稼げるな。これでコイン稼いで最後にまたパワームーン買っていきましょうか。そしたら帽子の国飛んでいきたいと思います。帽子の国はここですね。めっちゃ久しぶりに行かない、帽子の国とか。なんか本当にいつぶり、全然覚えてないけど。まあ最後に行ったのも多分お宝写真だったと思いますが、はい、久しぶりに帽子の国に帰ってきました。キャッピーさんのふるさとですね。でその月の形のマークなんですけど、まあ確実にあの塔の周りでしょう。それ以外にその形の足場はないんで、バルーンファインドもちょっと気になるところではあるんですが、これはまた後でちゃんとやりたいと思います。そしたらダッシュで行きまして、一応ねワープした方が早いっちゃ早いんですけど、ワープしないで行かないと見逃す可能性があるんでね。ピーチ姫そこにいましたが、え、いいんだよね、合ってるよね多分そこが。あー、つけ、え、なんか違くないか。あ、そこか、分かった。そこですよね。ここから見るとん、なんか違うか。とりあえずここっぽいんで、ここにヒップドロップしていきましょうか。裏だな、裏っぽいな。裏に行くためにはワープした方がいいですね。じゃあ帽子の塔の上にワープして、そっから降りていきましょう。確かにこれ上下っていうか左右があるんで、左右なんだ、前後
前後があるんで裏に行った方がいいですね。はい、こっちに行きまして、裏が多分その形だと思うんですが、なんかそのさ、あーなるほど、パタクリ棒だったんだな、そのよくわかんない印は。そしたらこの下に降りまして、場所的にはこの辺でしょうか。ヒップドロップ、ここじゃない、もうちょい手前、この辺、はい、ヒップドロップ、もうちょい奥、待て、シビアすぎないか。ここ、違うの、待て、絶対合ってると思うんですけど、シビアすぎませんか。シビアすぎるって。ここ、なんだ、この辺か、OK、シビアだな。そしたらまた200コインゲットしました、ありがとう。隠れドットルイージー、かわいいな。なんかあの前やったスーパーマリオ 3D ワールドでもルイージは隠れていたんですが、ルイージは最近隠すのが任天堂さん流行っているんでしょうか。そしたらこっから帰るのもあれなんですが、まあどうせだったらパタクリ棒で行きましょうか。あんまりね、あのワープばっかりしていても面白くないんで、パタクリ棒でどうせだったら、オデッセイ号まで戻っていきましょう。結構遠いな、ちょっと遠いので空中飛ぶ時間が長いんですが、スーパー、嘘、待って、やらかしたマリちゃん。まあいいや。嘘でしょ、押した今。押してないよ。悪いけど押してませんけど。そしたらまあいいや、ここまで来ちゃったんでもう普通に帰りましょう。なんで？なんか前もあの月の国もっと裏でわけわかんないタイミングでバブルをキャプチャー逃しちゃいましたみたいなタイミングがあったと思うんですが、なんかキャプチャー解いちゃうんだよな。癖なんでしょうか、癖とかある？キャプチャー解いちゃう癖とか聞いたことないんですが、そしたらまっすぐ進みまして、じゃあ次の写真行きましょうか。順番的に次の写真はこちら。これはまあ多分あれですよね、砂の国のでかいピラミッドとちっちゃいピラミッドがあるんで、そのちっちゃいピラミッドの真下でヒップドロップということだと思います。そしたら砂の国に飛んでいきましょう。砂の国結構広いかんね。はい、じゃあ砂の国ワープ、全部の国にあるってわけでもないのか。いやでも20枚あるもんな。全部で何ワールドあるんだったっけ、ちょっとそこも覚えていないんですが、ちっちゃいなんだピラミッドの下ってヒップドロップできる？なんかさ、ピラミッドの下ってもしかしたらあれなんじゃない、穴になってるんじゃないかなと思っているんですが、もしかしてピラミッドじゃないか。いや、さすがにあれでしょう。で、ちっちゃいピラミッドもあったはずなんで、とりあえずそこまで向かっていきましょうか。ルイージさん、こんにちは。いいね、なんか結構これ同時にコインも集まって収集要素としてはありですね。ぜひ皆さんまだやってないやつとかあったらやってみてください。でっかいピラミッドがありまして、ちっちゃいピラミッドが、あ、待って、今なんか一緒、あーた、ん？これ？うっそ、これちっちゃいピラミッドっていうの？違くね？なんか MK さんが思い描いていたものとは違うんですが、あー待って、嘘、見てなかったって。今上だけ見てたんだって、地面続いてると思うじゃん。とりあえずまあじゃあギリギリのところでヒップドロップしていきましょうか。なくね？待て、地面ないぞ。地面ないんですけど、あっち側？待った。これだとしたら地面ない、あれか、あれかもしんない。とりあえずあそこ行ってみましょうか。なんか違う気がするけどな。ちょっと待った、もうちょっとちっちゃいピラミッドっていうか、あのでっかいピラミッドと同じぐらいのちっちゃいピラミッドありませんでした？ MK さんの記憶違いなんでしょうか。そしたらここはちょっとショートカットしてしまいましょう。本当はダメなんですが、嘘でしょ、待ってマリちゃん、今なら間に合う、マリちゃん間に合わない。ちょっと待って、 MK さん、マップしっかり見ながら進みましょうね。あのあれですよ、よそ見しながらやってるとこうやってミスるんで、あの先を見ちゃってるんですよね、完全に。キラーは今どうでもいいとして、そのちっちゃいピラミッドではないはず、さすがに。ってことはこの下か、待って見えないんですけど、ここの真上にありますね。ここの真下、これかな。はい、ヒップドロップ、違うな。待てよ、でかいピラミッドがありまして、ちっちゃいピラミッドがないぞ。そんなものはないぞ、ちっちゃいピラミッド。間違ってる、やってることが。とりあえず待って、ピラミッドの上に飛びましょうか。そっから物事考えたいと思います。ピラミッドの上飛べるとこないんかい。飛べるとこあると思ってた。そしたらこっち側からあのビリビリで行きましょうか。これピラミッドじゃないの？ピラミッドだと思うんですけど。私は
私は絶対にピラミッドだと思ってここに来たんですけど、もしかして全然違う国だったりする？だとしたらえぐいな。こう来まして、こう来まして、とりあえずここビリビリ進んで、あれ？ピラミッド、あ、待って、あれか？あれだわ。わかったわかったわかった。あそこだ。うわ、むず。それはちょっとむずいがな。そしたらまあまあ発見はできましたね。確実に合ってると思うんで、そっちに向かっていきましょう。真下って影ついてる？影ついてなかったら真下を判定するのがめちゃくちゃ難しいと思うんですけど、まっすぐ進んでいきまして、うわそれはわからん。影ついてるね。オッケーオッケー。じゃあこの影のど真ん中でヒップドロップしていきましょう。この対角線この辺ですか。はい、ここでヒップドロップ OK。 はい、また隠れるイージー200コインゲットしました。むずいな。待てよ、これ結構舐めてるとやばい。そしたら次どうしますか。じゃあ次の写真はこちら、こちらやっていきたいんですが、多分これはねあれなんですよ、森の国、森の国で、あのタンクで撃つところあるじゃないですか。で、あの撃つところがこんな形だったと思うんですよね。なんかマス目で見るんだったら多分あそこだと思います。あと似たようなのが料理の国にあったかなって感じはするんですけど、多分森の国なんで、とりあえず森の国に向かっていきましょう。いやー待って、やばい、これ結構舐めてるとなんか痛い目見るということを学びました。今までのお宝写真とはレベルが違いますね。そしたら森の国に飛んでいきましょう。お宝写真、まあ言うてコインしか手に入らないんですけどね。まあここまで来たら全部のやり込み要素というやり込み要素をやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。そしたら森の国に向かってきたので、あっちまでも飛んじゃおうか。別に飛んじゃってもいいよね。タンクのところどの辺だ、どの辺だかちょっとわかんないで、一旦8号目に飛びましょう。まあ上から着地すれば確実だったとは思いますが、こっからでもそうは遠くないと思います。そしたらタンクの場所はどこですか。さらに下か、さらに下な、ここですね。はい、この下に来まして、場所的にはそのど真ん中、3つのところの1つなんですが、まず同じ形か見ていきましょう。確定です、確定ですね。じゃあこの辺を壊してもういいでしょう。あそこにヒップドロップできればいいだけなんで、はい、こう来まして、こう来まして、ヒップドロップ OK。 はい、また隠れるイージーゲットできました。200コインですね。これで1000コイン突破できるでしょうか。 MK さんどうでしょうか。 OK、 とりあえず1008枚までは行きましたが、じゃあ今回はでもこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回、待て、次回もまた、写真の続きからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。